人に好かれる話し方。こんにちは、金持ち本100冊を読んでわかった50の黄金ルールを書いたアッキーです。それでは今回はなぜか聞きたくなる人の話し方について解説していきます。あなたの周りにはずっと話を聞いていたいと思える人はいますか？声だけなのに心がほっとしたり、緊張がほぐれたり、安心できたりする、なぜか聞きたくなる人の話し方にはどういう仕掛けがあるのか。話し方で悩んでいる人はとても多いです。相手になかなか伝わらない、緊張して言葉が出てこない、ありきたりな言葉しか思いつかないなど、たくさんの不安を持っている人がいます。しかし話し方をしっかりと学んで実践すれば話し方の悩みはなくなります。今回の動画では人に好かれてもっと聞きたいと思われる話し方を8個解説していきます。すべて今日から実践できるシンプルで簡単な方法です。毎日少しずつでも試すことで確実に自分のものになっていきます。この動画がためになった、参考になった人はぜひいいねやコメントをお願いします。1個目、話し始めをとにかく短くする。どんな話でもまずは相手に聞く耳を持ってもらわなくてはその先の会話はないです。まず考えるべきことは、相手に余計な負担をかけずに話をもう少し聞いてもいいかなと思ってもらうことです。相手に負担をかけないためにできることは、話し始めをとにかく短くすることです。そもそも人は飽きやすい生き物で、興味をそそるような会話を続けることはなかなか大変なことです。どんな状況でも最初に耳に飛び込んでくる文が長すぎると、人は分かりにくい話と判断して理解することをやめてしまいます。短い一文で会話を始めれば、会話の全体像を相手に掴んでもらいやすくなります。つまりこれから始める会話の内容を受け取りやすくなります。さらに一文一文が短い話であれば、相手にストレスを与えることなく聞く耳を持ってもらえます。あなたの周りにいる話が分かりやすい人をよく観察してみてください。短く言い切っていることに気がつくはずです。短く言い切るコツは、シーンごとに区切ることを意識することです。例えばスーパーに買い物に行った、試食販売の宣伝文句が気になった、試食をしたらセールストークがすごかった、このように小さなまとまりを作ってみてください。慣れないうちは違和感があるかもしれないです。しかし習慣化すれば、あなたの会話の第一印象はすっきりと分かりやすいものへと変わっていきます。2個目、例え話を使う。話し上手は例え上手と昔から言われています。人間以外のものを人に見立てる擬人化や、動物や花などに例えることによって伝えたい情報を分かりやすく伝えることができます。しかし例えっていうのは、使い慣れていなければすぐには思い浮かばないです。まずは日常生活の中でゲーム感覚で何でも例えることから始めてみてください。印象に残る体験、目についた情景、気になった人物などをどんな風に例えられるか考えてみることが大事です。今日から気軽にできるトレーニングとして、まずは固有名詞を使って例えてみることをお勧めします。動物の森みたいなほのぼのとした職場、半沢直樹みたいな熱い部長、このようによく知られている物語の主人公や人気ゲームに例えることで映像が浮かびやすくなります。会話ではお互いに知っているものに例えるとイメージを共有できます。ただし例え方には注意が必要です。自分の得意分野ばかりで例えると、相手がそれを知らなかった場合、逆に話が伝わらなくなります。本来の目的っていうのは、相手に分かりやすく伝えることです。相手の年齢や性別、ライフスタイルや仕事などを考慮して例えるワードを選んでみてください。3個目、状況によって声を選ぶ。僕たちは日常生活で状況に合わせて自然に声を使い分けています。自分なりの経験でどんな声がその場にふさわしいのか、どうすればお互い気持ちがいいか、これが体に蓄積されて意識しなくても声を使い分けている人も多いはずです。しかし生活の中で意識的に声を使い分けてみると、職場や家族の関係に嬉しい効果があります。例えば仕事で疲れて帰宅したパートナーに高めのテンションで一方的に話したいことをまくし立てたら、相手に負荷がかかりすぎます。こういう状況ではなかなか気持ちよく会話はできないです。
お互いのモードが合っていないと双方にとってストレスになります。こんな時はできる限り話しかける方が相手の気分に合わせてください。相手が疲れている様子なら頃合いを見ながら落ち着いた時に話しかけてください。そしていつもの自分の声よりも少し低めの声でゆっくりとしたテンポで話しかけてみてください。こちらが一生懸命話しているのに思うような反応が来ないという悩みを持っている人には声の使い分けを試してみてください。どんな時も元気よくゆっくり話すのが上品など、どんな状況にあっても自分の正解にこだわりすぎていないですか。自分が良かれと思ってする話し方は相手に気持ちよく受け取ってもらうためのものですか。場所や行事に合わせて服を選ぶように現場の状況、相手の様子を見ながら声も選んでください。4個目、好意を先に伝える。英語の Nice to meet you は英語のテキストで最初に出てくる初めましての挨拶です。英語圏の人たちは初めて会った時にあなたに出会えたことへの喜びを伝えるのが習慣になっています。一方日本では初対面の挨拶は初めましてという一言です。会えて嬉しいということはなかなか伝わらないです。会っていきなり嬉しいと伝えるのはなかなか勇気がいるかもしれないですが、思い切って最初からストレートに伝えてみてください。言われた方はサプライズで贈り物を受け取ったようでくすぐったい気持ちになりますが、決して悪い気はしないです。伝えた方も相手の表情にほっとしてお互いの緊張も和らいでいきます。ただ普段あまり自分の気持ちをストレートに口にしないと、いざ相手と対面した時になかなか伝わらないです。あらかじめ会うことが分かっている相手については、今日会うことで何が一番楽しみなのか、まず何を話したいかなど思いを巡らせてみてください。事前に頭の中を整理するために手帳にでもスマホにでも簡単にメモしておくことをお勧めします。実際には見ることはできなくても緊張やプレッシャーも軽くなります。なぜかこの人は話しやすいという人があなたの周りにもいるはずです。よく観察してみると、あえて嬉しいという気持ちを言葉や表情などで伝えてくれていることに気づくはずです。ここめ、季節の話をする。僕たちは日々の生活の中で季節の移り変わりを自然に感じています。誰もが共感しやすい無理のない季節の話題は初めて会った人との雑談などに重宝します。初対面で緊張して何か気の利いたことを言わないといけないと考えれば考えるほどなかなか言葉が見つからなくなりますが、そんな時こそ季節の話は効果的です。誰にでも話しやすく受け取りやすい季節の話題はその人になれる、馴染むための大切なコミュニケーションになります。季節の話題を瞬発的に出すためには季節の情報をキャッチしておく必要があります。そのために有効なのはスマホのカメラです。気になったものをメモの代わりに撮影しておきます。写真は後で見返しやすいので便利です。さらに季節感に自分の体験や見聞きした出来事を絡めていくと、シンプルな季節の話題にオリジナルの要素がプラスされます。自分のエピソードを話すときは小さな失敗談がおすすめです。ちょっとした自虐でも小さな笑いが取れたら OK です。なんだか話しやすい人と思われてあなたの親しみやすさもアップします。6個目、自分のオリジナルの言葉を使う。世界は面白いと感じる魅力的な表現であふれています。ニュースや新聞、本や雑誌のタイトルや見出し、街で見かけるポスターまで人の注目を集めるために練られた言葉は心に引っかかります。自分のオリジナルの言葉は話を聞く相手の興味を引くきっかけにもなります。そして相手の頭の中でイメージしてもらう材料にもなります。ただ一から新しい言葉を生み出すわけではないです。今や世の中に定着している婚活という言葉も、もともとは就活をアレンジしてできた言葉です。その他にも妊活や朝活、腸活など新しい丸活が次々と生まれています。このようにもともとある言葉をスライドさせて活用すれば、簡単にオリジナルの言葉を作ることができます。馴染みのある言葉を組み合わせてオリジナルの言葉を作れば、新しい響きでありながら意味は理解してもらいやすいし、面白がってもらえます。またオリジナルの言葉を作る方法として、今すぐできるのが動詞化です。
Google で検索することをググるのような言葉がこれにあたります。普段の会話の中に使うとそれがちょっとしたスパイスになって話が盛り上がることもあります。かといって使いすぎには要注意です。連発すると肝心の話の内容が霞んでしまいます。慣れない言葉は無理して使って喜ぶ残念な人にならないようにしてください。7個目、自分の気持ちを実況中継してみる。自分の気持ちをうまく言葉にできない悩みを抱えている人は少なくないです。これは日本の察する文化とも関係があります。空気を読むことを美徳としがちな文化だからこそ、言わなくてもわかるだろうという感じが残ることもあります。例えばプレゼントをもらった時、本当は嬉しいのに何か気の利いたことを言わないといけない、そう考えすぎるとなかなか言葉が出てこないです。結局ありがとうというシンプルな一言になったりします。それでも悪くはないですが、もっと何か言えたかもしれない、そう思って自己嫌悪のようなモヤモヤした感覚が残った経験はないですか？ありがとうに加えて実感のこもった言葉をプラスできたらもっと良くなります。そんな言葉が自然と出てくるように、日頃から自分の気持ちを客観的に眺めて言語化してみてください。そんな習慣を身につける方法が自分の気持ちの実況中継です。今感じているその気持ちによって自分がどうなっているのか、どうしたくなったのかを言葉にしてみてください。コツは2つあります。まず1つ目は体の変化を言語化することです。心と体っていうのはつながっています。感情が動けば体にも変化が起きます。例えば表情ですが、ニヤニヤしてしまう、頬が緩むのように嬉しい気持ちを表現できます。2つ目は行動の変化を言語化することです。気持ちが動いたことによってどんな行動をとったのかを言葉にしてみてください。嬉しすぎて思わずガッツポーズをしていた、楽しみすぎてすぐスケジュールに落とし込んだなどです。あらゆる感情が浮かんでは消えていきますが、感じっぱなしで流さずに言葉にしてみることが大切です。8個目、人のいいところを褒める。欧米の人はとにかくよく人を褒めます。初対面でも、あなたの靴が素敵、その髪型似合っているなど、ほとんど挨拶代わりにさらっと褒め言葉をかけてくれます。一方日本人の僕たちはなんだか照れくさかったり、タイミングをつかめなかったり、言わなくてもわかるだろうという以心伝心に甘えてしまっています。誰かを褒めることについて媚びている、お世辞を言っている、わざとらしいと思われそう、そう考えすぎてしまっている人は少なくないです。自分が褒められた時のことを考えてみてください。褒めるにうまいも下手もないときっと気づくはずです。たった一言であっても、人からいいねという気持ちを伝えてもらえたらやっぱり嬉しいものです。素敵だ、いいなと思ったら、その瞬間そのまま素敵ですね、いいですねと一言でも口にしてみてください。それが自分の素直な本心でそう感じたなら、社交辞令やお世辞にはならないです。すごい素敵と思うのは自分にないものを持っている相手への敬意です。その思いを伝えられて嫌な気持ちになる人はいないです。褒めとお世辞の違いは下心がそこにあるかないかです。お世辞は言う方も言われた方もなんとなくギクシャクしてしまいます。なぜなら自分の思うようにことを運んでやろうという考えと、見えすぎたことを言うこの人は警戒しないといけないという感情がぶつかり合ってしまうからです。それに対して褒めることは、ただいいなと思った相手のポイントを自分の素直な気持ちで伝えることです。それ以上でも以下でもないです。たどたどしくても本心から出た言葉であれば何も心配することはないと思ってください。解説は以上です。なぜか聞きたくなる人の話し方は、トレーニングを行えば誰でも身につけることができます。最近は様々な活動がコロナ禍で制限される中で、オンラインでのコミュニケーションがどんどん発達しています。対面での会話がなかなかできない中、声で伝える、声を受け取ることの重要さを再認識し始めています。今日伝えたアクションプランを実践して、聞きたくなる話し方をぜひ身につけてください。今回の解説が良かった、ためになった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。